僕の足です、気持ちです、人の中へ。ニュー日産ブルーバード誕生、お近くのブルーバード販売会社へ。ツーンときません。他の酢とぜひ比べてほしいですね。違いがはっきりします。爽やかな香り、マイルドな味わい、玉の井生の酢。ホームオートメーションが住まいを変える、住み心地新次元、タイムニューパルフェ新登場。積水ハイム、セック2ランヘアスタイリングムース新発売。サンシャワーという名の缶チューハイが飲みたい。モダン缶チューハイ、サンシャワー。ジャパン軍の若武者、小長範夫。新たにトラハンターにかける小林邦明。第17代 NWA インタージュニアヘビー級チャンピオンになりました、ニュータイガーマック。誕生の男、石川隆。さあ小林がタイガー目がけて突っかけた。タイガー目がけて突っかけました。試合はまだゴングが鳴っておりません。乱戦模様になりました。さあと奥前、石川が飛んできた。タイガーが石川を捕まえて放送席へ飛んできた。武田さん、まあこのタイガーと小林の遺恨分かりますが、まあこの昨末とはいえ遺恨が爆発しましたね。今日はですね、小林これ最初から狙ってたような気がしますね。そうですね。小林がタイガーを捕まえて、そしてそのジャパン軍のコーナー、青いコーナーで、あーっとマックに手をかけた。マックに手をかけた。なみなみならぬトラハンターへの情熱、マックに手をかけた。ファイトに転じてまいりました。いや高橋さん、このタイガーマスク、ニュータイガーマスクとして王者の風格も出てきましたねと、このように聞こうと思った矢崎なんですが、こういうそのジュニアの中に入りますとね、そのジュニアならではの軽快な動きを見せますからね、非常にそのオールマイティな感じしますね。さあ回転エビ固め、ホラが取りました。カウント2で返します。まあこのヘビー級を目指すタイガーにとってはこの石川一つのいいお手本になりますね。そうですね、やっぱり石川のですね、はい、この一つの相手の間の取り方、あるいは動き、パワーの出し方、このあたりがやっぱり非常にいい勉強になると思いますね。そうですね、粘っこいファイト、まるでスポンのように一度食いついたら離れないファイト、それが石川のファイトになります。さあしかしジャパンの連携が冴える。小林が急降下爆弾、そしてどうかシャルダースルーで跳ね飛ばした。ヘビー級の石川を相手に互角の勝負。小林邦明、小林もヘビーへ転向か。さあ場外戦を挑んだ、ファイトに転じる。石川を持って逆に返した。小林を鉄柵に打ちつけた。この辺はパワーの違いですね。違いますね、まあ、非常にうまい切り返しですよね。はい、石川はこの1月からジャパン軍との構想で自信をつけました。まあ、このタイガーマスクを見て、タイガーマスクを見て石川が一番言えるのは、タイガーは動きがシャープになったと、このように言っています。これは、まあ、自分も経験があるが、
自信がやはり一番大きいと言ってますね。ともかくですね、あの国技館でのタイガーはですね、自信満々って感じしますからね。そうですね、自信をつけた石川、自信をつけたタイガー、さあどういうふうにこの遺恨のタッグマッチを戦い抜くか。石川が今度は捕まってしまいました。ジャパン軍も健闘してますね。なかなかいいチームだったんですね。ダブルのクロスライン、両手で引いた。そしておっとパワースラム、トラガー見せます。リングの中央ではあります。小林との対戦では奇襲攻撃をするなどやる気満々のトラガー。さあ今度はタイガーとの対戦だ。さあ狙いを絞るんならこのトラガーでありましょう。さあフライングボディーアタックカウント2。非常に勘のいいところを見せていますタイガーマスク。そして今度はブレンバスターか。大技です。ブレンバスタースピードとパワーが戻ってまいりました。無駄な動きもありません。動きが良くなりました。ミスもなくなりましたタイガーマスク。カウント上で決めております。これはホナガのお顔を奪うような攻撃ですね。今もですね、空中殺法とですね、はい、あるいはそのパワー殺法、それからこの関節技、非常にやっぱりその使い分け方がうまいですね。要所で使う空中殺法、そしてその空中殺法が冴えればこのファイトにメリハリとバリエーションが出てまいります。空中殺法そのものにも破壊力が出てまいりました。さあ作ったかって小林現役体制、リング上火花が散ります。ヒートが走ります。小林が威嚇、ジャンピング、キック、そしてロープが飛ばす、入ってくるところショルダータックル、これは小林が勝ちました。そして逆に飛ばして、なんだ、腕をホイップ、そしてあーっと見透かしたように計算し尽くされたファイトだ。見事タイガーマスク、そしてあー今度はカウンター、小林が読んでいました。お互いに相手の動きをよく読んでいます。そしておっとグッとなった、動きが激しくなった、ドロップキック、エガーマスクも見せます。そしてロープを返ってくるところも武者式のバックブリーカー。武井さん、ヘビー級転向どうでしょう。非常にパワーアップしてますからね、これは本当にあと3キロ5キロウエイトがアップしたから楽しみな存在になりますね。そうですね、馬場選手も対価番号をしています。将来はテレビ参戦レース長州だと戦えるレスラーに育てると言っていましたが、まあ、タイガーのその素質はありますよね。ズバリもう今のこの上半身見てますとね、もうジュニアだと思えない体ですからね。そうですね。さあ石川隆の方は180センチ、110キロ、タイガーマスクより2キロ多くあります。まあ、タイガーマスクもヘビーでこう一戦でやっていくにはあと何キロ欲しいですか。そうですね、今やっぱり105キロまで絞り落としましたからね、はい、その面でやっぱり110キロが一番ベストでしょうね。110キロは欲しい。そうですね。さあそしてミサイルキックだ。重たいぞ、すごいぞ。ドロップキック、ミサイルキックで炸裂いたしました。まあこのハンセンだと戦うのはやはりこのレスラーとしては本望なんでしょうね。やはりですね、もちろんジュニアというのも一つの黄金時代を築いてますけどもね、やはり最終的に目指すのはこれヘビーですからね。そうですね、まあ激画では馬場選手と並ぶヒーローでありました、ヘビー級のヒーローでありましたタイガーマスク。さあ今度はグラウンドの展開です。タイガーマスク必死にこらえる、オレンジのマスクだ。そして小林がイコンをぶつける、エルボーを落とす。まあどうでしょうか、タイガースプレックス85、今夜も期待されますが、まあハンセンや長州と戦うにはもう一つこの重い必殺技が欲しいですね。そうですね、あんまりこのスープレックスばっかりこだわらずにですね、もっとやっぱりパワーアップした大きな大技を考える必要がありますね。そうですね。さあツームストンの体勢を逆に返していった、タイルドライバーの体勢、あっとそのまま落とした、脳天を砕いた。まあこのタイガーマスクも、俺は絶対にヘビー級でベルトタイトルを取れる男になる、このように力強い抱負を語っています。ゆさっときました、まさにホナガの背骨が折れんというバックブリーカー封鎖式であります。この馬場選手のあるいはファンの期待に応えてほしいタイガーマスク。さあ石川のコンビネーションとも抜群だ。ノータックルからサソリ固め、さあタイガーがコーフォローだ。サソリ固めがっちり入ってます。竹内さんどうですか。おっと決まりそうだ、タイガーは空中戦で止める、小林を場外に放った。この間にサソリ固め決まっています。今見事な連携でしたね、竹内さん。石川のですね、パワープラスやっぱりタイガーとの連携が非常にうまくいきましたね。そうですね、この石川もシングルのベルトが取れる素材と言っていいですね、竹内さん。十分言えますね。
さあ山陰には神々の古里があります。そして日本の文化を大切に育てている人々の優しさに満ち溢れております。さあそんな厳粛なムード、鼓の音がここ米子に響き渡ります。東洋の神秘、ザ・グレート歌舞伎の入場であります。おっと、ジャーブレックが吹いています。ジャーブレックが先導いたします。そしてザ・グレート歌舞伎は、おっと竹内さん、今日は忍者マスクでもなければあのレンジ師でもありませんね。そのまま入ってきましたね。まあ、素顔と言いますかね、忍者のまま出てきましたね。はい、これは何を意味するんでしょうか。カメラの放列が続きます。ご迫力のデモンストレーション、おそらくこの米子の皆さんはまだこの歌舞伎が反逆の牙を抜いたことが信じられないことでありましょう。ドッキリ殺法。さあ日本を起こし一匹狼狙った歌舞伎デモンストレーションが今終わりました。不気味なムードであります。試合に先駆けまして両チームに花束が贈られております。さあ天竜としてもここは反骨精神を、負けじ魂を見せたいところ。これがそのザ・グレート歌舞伎。さあキラーブルックスの先導によりましてザ・グレート歌舞伎が登場しました。名参謀キラーブルックス、そしてザ・グレート歌舞伎、反逆の東洋の神秘であります。今日は天竜のパートナーベテラン大熊、天竜さあ男のメンツと軍団の誇りをかけて戦います。天竜源一郎、さあ竹内さん、この維新ジャパンの最前線に立つ天竜大熊がこの不穏な動きを見せます歌舞伎軍第4の団体に挑戦といいますか、まあ、向かい打ちですね。それとですね、今日の歌舞伎ですけどもね、彼は今までその試合前のデモンストレーションといいますか入場セレモニーを非常に大事にしたわけですよね、はい、そうでしたね。それがですね、忍者マスクをしてですね、はい、やっぱりそのペインティングのまま出てきた、この辺にやっぱり歌舞伎のですね、この新しい戦いにかける並々ならぬ決意というのを感じますね。そうですね、この歌舞伎の目をご覧になりましたでしょうか。鋭く光っています。そして天竜、さあそれゴンが鳴りました。あの宇都宮大会先々週放送いたしましたが、ジャパンのリンチを受けた時、救援の天竜にパンチを送りましたザ・グレート歌舞伎。因縁の一戦が今ゴングであります。30分の一本勝負、まずは大熊とキラーブルックス、大熊とキラーブルックスが出てまいりました。まあこの前日と決別した後、この歌舞伎の発言が、日本のマットはぬるま湯だ、鎖国状態だ、ハングリー精神を忘れている、このように言いまして、まあ、天竜がそれに反発、まあ、猛然と立ち上がったわけですよね。これはですね、はい、日本のやっぱりそのレスラーたちにとって、非常にやっぱり屈辱的な言葉だったわけですよね。屈辱的なことですよね。まあ、これはベテランの大熊とて同じことですよね。まあ、その歌舞伎にとってはですね、はい、やっぱりそのアメリカで披露した人の実績というものをですね、そういう形で表現したかったんでしょうけどね、はい、これやっぱり天竜、大熊、もちろん鶴田にしてもですね、非常にこれは許せない人との言動であったわけですね。そうですね。さあ今度はキラーブルックスとのコンビネーションであります。さあ一番の大熊が頑張って天竜につなぎたい。まあその天竜にしましても、この俺がハングリー精神を忘れているかどうか見てみろと、こういった気持ちでリングに上がっていることでしょう。さあまずはベテランの大熊、いい体勢で天竜に渡したいところです。うっと、この辺はベテラン同士の一戦、キラーブルックスも見せます。足をすくいに行った大熊の持ち味だ。まあしかし天竜は、新都のユナイテッドナショナルの、タイトルがかかりました一戦、2年半ぶりの一騎打ちだったんですが、結局新を叩きのめしまして、さあ今度は歌舞伎と、こういう風になったわけですね。そうですね、まあ、あの結果の上ではですね、一応両者リングアウトでしたけどね、一応その新にですね、一矢報いたわけですからね。そうですよね。まあ歌舞伎も一匹狼としてこの反骨魂で生き抜いてきた。まあ、それに対して天竜もこの負けじ魂を見せた、こう言ってもいいと思います。さあショルダータックル、ザ・グレート歌舞伎が勝った。挑発を踏み出して赤を基調としたこの熊取が見えました。そして今度は大熊がロープに踏みます。東洋の神秘にヘッドバットをかわしたか、間一発かわしたか、いや当たっている、いい体勢で天竜に繋いだ。芯を叩き のめしまして、いよいよ歌舞伎との一戦 V10 を果たしました。この一戦は新がスタートから奇襲戦法を見せたんですが、これに耐え抜いた天竜が大技で逆襲、そしてついには凄まじい喧嘩突破で新が控え室の方へ逃げ去るという、こういう防衛戦をやってのけました。さあいよいよ歌舞伎との一戦、因縁の対決であります。
どうですか、なかなか組み合いませんね、武さん。天竜の今の目ですけどね、はい、非常にやっぱ厳しい目をしてますね。そうですね。そして思えばこの歌舞伎は天竜にとりまして、武さん、大変な恩人。そういうんですよね。もうアメリカでもちろん何度かタッグを組んでもらったこともありますしね、やっぱりその入門した時から非常にアメリカ全部の歌舞伎の世話になったわけですよね。そうですね。まあこの今の目を見る限り、天竜の目を見る限り記憶ではない。あった、張り手一発、張り手一発かました。もう時間で張り手だ、記憶ではないですね。やっぱりですね、はい、もちろんそのリングを降りれば心の形に引っかかりもあると思いますけどね、リングに上がってしまったらもうもはやその別ですからね、はい、そうですね。アンリキのようなヘッドロック、アッサンマスターとの2人の絡みを見たかったんですが、ギラーブルックスに早いタッチワークを行いました。アッサンパンチとキック、パンチとキック、しかし天竜も耐えてここから攻めていく。勝負だからを掴むのが上手い天竜、ボールに行きました。まあ初めは何がどうなってるのかわからないと言った天竜ですが、今はもう完全と腕でパッと歌舞伎に対して喧嘩状を叩き込みました天竜。それからこの歌舞伎の背後に見え隠れするこのキラーブルックス、実にこのなんていうんですか、鎌田との間を取り持ったり、この動き方というのが絶妙ですよね。まあ、アメリカでも、ね、このブルックス選手は非常にですね、世渡りがうまいと言いますかね、いろんなタイプの選手とやっぱりそのチームを作るのがうまいわけですよね。そうですね。確かにもちろんブルーザーでもありましたし、ザ・シックでもありましたし、はい、そういう面ではですね、その各の天才といいますかね、悪気の天才でもあるわけです ね、はい、そうですね。またそれからこの歌舞伎が新あるいはブルックス、こういった面々とこの手を結ぶといいますか、新しい軍団を結成したのも実に早かったですね。非常にやっぱ速攻でしたね、このブルックスの働きというものも見逃すわけにはいけません。さあそのブルックスにラインボディアタック、ソウルを奪うならこのブルックスでありましょうが、やはり歌舞伎と決着をつけたい天竜。天竜の男気だ、一本気だ、負けない、相撲の張り手、激しい張り手の応酬だ。ここら辺はもう執念の勝負ではあります。そして大熊につなごうという天竜、いい体勢で大熊の膝に当てた。まあこの大熊もご覧のように歌舞伎にはどんどんもうヘッドバトルも何でも言ってもらいたいですね。玉砕戦法ですよね。その大熊は、ね、はい、歌舞伎にとって先輩に当たるわけですよね。そうですね。これもですね、やっぱりこういう思考的なものになった以上はですね、はい、もうやっぱり容赦は必要ないですね。容赦はありません。顔面からのヘッドバット、その熊取りめがけてのヘッドバット、大熊です。さあ歌舞伎が今前日の赤いコーナーに捕まっておりますが、どこで反撃の糸口をつかむか。しかしこの全米でトップを取る歌舞伎でありますから、このぐらいではまだまだです。余力はあります。まあその発言も重みがありますよね。それとですね、やっぱり歌舞伎が一番不気味なことなんですね、まあ、今回はたまたまこのシリーズ中に相手とのその造反的なことがあったんですけども、はい、それアメリカに一旦また戻ってですね、はい、自分なりのそのパートナーを見つけてもう一度日本に戻ってきた場合、これはさらに怖い存在になってますね。まあ歌舞伎ほどのこの地位と人脈を持っていれば、まあ、たわいもないことですね。まあ、今回ですね、たまたまそのブルックという一つのまあ、相手を得ていますけどね、それは歌舞伎にとってベストのパートナーとは決して言えないわけですよね。そうですね。まあシリーズ終了後10月6日からのダラスでのこのスケジュールがぎっしり詰まっておりますザ・グレート歌舞伎でありますが、どんなパートナーを見つけて、あるいはどんなレスラーを、すごいレスラーを出てくるか。さあバックドロップでゆっくりと天竜をマットに沈めました。確かに歌舞伎のように竹内さん、アメリカにはもうすごい選手がゴロゴロいるわけでしょう。それだけにですね、歌舞伎が誰をピックアップしてくるかっていうのはですね、はい、もちろん全日本の選手にとっても非常に不気味ですよね。そうですね。これの息のかかったレスラーは長州と天竜に刺客として送る、このように言っていますザ・グレート歌舞伎。またこの10月の来日が内定してますからね。それだけですね、その時に一体誰を引っ張ってくるかですかね。そうですね、これがやっぱりシリーズの大きな台風の目になってます。全日本はまた一つ大きな爆弾を抱えました。そのように言ってもいいかと思います。さあリング上はブルックスと天竜が相対しております。まあこの天竜、そして鶴田、長州対歌舞伎というシングルマッチも年内にありそうですね。そうですね、今のところは両者とも非常に遺恨を剥き出しにしてますけどね、いずれはやっぱりタイトルがかかったですね、このやっぱりシングル対決というのは十分考えられますね。そうですね。さあブルックスが粘っこいファイトを見せております。天竜源一郎、苦しそうな表情だ。苦しげな汗が流れている天竜、耐えています。
まあ、しかし10度目の防衛、まあ、芯が逃亡したということですので、この意義は大きいですね。そうですね、はい、芯がですね最終的に試合放棄してたわけですからね、はい、まあ、馬場からバトンを受けての芯撃退、この辺に新しい潮流を感じます。ニューウェイブの騎手天竜源一郎、全日本プロレスを背負って立つ男、まだ万力のような腕が天竜に絡まっています。まあ歌舞伎のこの怨念がブルックスバレー乗り移ったようですね。必要な攻撃なのそのフェイスロックなんですけどもね、はい、非常にやっぱり相当力入ってますね。そうですね。さあ耐えます。天竜昭和38年の12月に大相撲入り、9年前に全日本プロレスの入門、手取り足取りプロレスのイロハを教えてもらったのが歌舞伎でした。円髄、さあここで突破口を開く円髄か、しかしできればこれをザ・グレート歌舞伎かつての恩師に決めてもらいたい。さあ大久保にタッチです。大久保とブロックス、キーポイントを握るのはこの2人であります。ダイビングヘッドバット、あっと大久保がボケツを掘った、ボケツを掘った、そしてギロチンドロップ、おっと寝かせておいてのギロチンドロップ、あれはちょっと効きますね。相当もう打ってましたね。そうですね。そしてザ・グレート歌舞伎とのつなぎです。さあ蹴りもありますと世間好きもあります。あしかし天竜が一回駆けつけたレッドレートで突入ホイップ、あっての勝負投げつけた。さあ井村は4者入り乱れての攻防、収集がつかなくなりました。どうなることか、どうなることか。あった歌舞伎が荒れています。大久間を一撃でリング外にほっぽり投げました。そして天竜が孤立、天竜が孤立。さあグレート歌舞伎が何か持ってますね。竹内さん、何ですか、はい、何ですかね、なんか房のようなもの、ちょっとこの塊のようなもの、何でしょうか。相当重いものが入ってますよ。あは、あれはなんか重りみたいなものが入ってるわけですね。一撃のもとにこの大熊が、そして天竜が沈んでしまいました。そして2ドロップカウント3入りましたが、歌舞伎が狂気、あ大熊の顔面は先ほどの狂気攻撃でありましょう。ああ額がもう真っ赤に血が流れております。あれは相当な狂気ですよ竹内さん。その感想を違うその血みたいなものをですね、なんか先を縛って中になんか生のような硬いものを入れてますね。そうですね、これは大変だ。そして天竜の額は大丈夫なんでしょうか。大熊の方は額が切れてもう顔面血みどろであります。歌舞伎は日本で、まあ、こういうファイトをしたのは初めてですから、まあ、ちょっと過去にそのドッキリという形がありましたけど、ね、ありますけどね、ああいう形で明らかにですね、相手の負傷を狙うその狂気を出したのは初めてだったんですね。そうですね、まあ、これで完全に歌舞伎の方も天竜の方もかつてのしてこれを決別した、そう見てもよろしいですね。やっぱりこれでですね、吹っ切れなければやっぱり天竜男じゃないですね、はい。いつうちに捻挫をするか分かりません。やめられない。サロンシップと芸能界。サロンシップエース。一等白いあなたと暮らすメローホワイト限定車シャレードブランシュ誕生。14、15はダイハツへ。上から食べてもゲルゲルゲル。下から食べてもゲロゲロゲロ。好きに食べてケロケロ。明治チョコスナックゲロゲロゲロ新発売。琵琶湖温泉ホテル夢と思いやりを大切にするトヨタホーム。今、トヨタホームの最高級和風住宅、コダチ新登場。144ニューデザインエンゲージの誕生。新しいきらめきの144エンゲージカタログを差し上げています。足立宝石店へどうぞ。
国立公園大山が美しい姿を見せる米子の街、9月15日から若鳥国際も始まります。さあ米子産業体育館、大いに盛り上がってまいりました。いよいよ長州力の登場でございます。今夜は久々のシングルマッチ、相手はティム・ホーナー。常に熱く激しい戦いを見せる長州力でありますが、今夜は会心の勝利を約束したと言ってもいいかもしれません。サソリの猛毒、うなる剛腕がこのアメリカの新鋭ホーナーにぐさり突き刺さるでありましょう。このシリーズ元世界チャンピオンハーリーレースとの対決も控えています。そしてこの秋 AWA 世界チャンピオンディック・マーテルとの一騎打ち決定の長州力、堂々の入場でした。試合に先立ちまして日本テレビから両選手に今豪華な花束が贈られました。長州力の表情です。相手はティム・ホーナー。本日のオープニングファイナル45分日本勝負を行います。裏方は230分のティム・ホーナー、アメリカの新鋭です。日本遠征は勉強の場、ティム・ホーナー。プロレス新時代を宣言、ジャパンプロレスを高らかにアピール、長州力。勝負時間は45分の一本勝負であります。さあ竹内さん、この対決、アメリカの若手ティム・ホーナーも、まあ、日本遠征が長くなりましてうまくはなりましたけれども、しかしどんなに頑張ってもこの男長州力を破壊することはちょっとできないでしょうね。まずですね、それは無理だと思いますね。そうでしょうね。長州今や絶好調ですからね。本当ですね。さあ試合が始まります。タイガー服部レフリーゴングを要請、勝負が始まりました。米子産業体育館であります。さあ今日は思う存分長州力の魅力いっぱいのレスリング、おそらくご覧いただけるかと思います。アメリカの若手に長州の存在を知らしめる絶好のチャンス。黒いトランクスがおそらく踊るでしょう。自慢の長髪、がっぷり四つに組みました。右手背中に回します。ティム・ホーナーであります。まあタイガージェットシントは竹内さん、非常に苦しい試合を強いられたこの長州力ですけれども、どうでしょうか、長州はここまで、4月のですね NWA 世界ヘビー級チャンピオンリック・フレア戦を皮切りに、ブルーザ・ブロディ、あるいはまたザ・ロード・ウォーリアー、そしてフリーバーズ、そしてハンセン、タイガー・ジェット・シン、さらにはまた新しいところではザ・ファンクス、いわゆるこの大物の外人と対決したわけなんですけれども、ここまでの長州力、外人との対決の評価、どういうふうに見てますか。まあ、その昨年まではですね、長州は外人を相手にした場合非常に弱いというその妙なジンクスがあったんですけども、ね、はい、完全にそれを吹き飛ばしたのは今年に入ってからの長州のやっぱり外人対決ですよね。あ、そうですね。まあ、これらのカードというのは、まあ、ファンにとりましても、それからこの長州力自身にとりましても、これまでの流れでは到底考えられない夢のカードだったわけで、従いまして長州も並々ならぬ闘志で、直面していったわけであります。どうですか、これまでの大物外人との対決で、いわゆる長州力の力ラリアット、それからサソリ固め、これは世界に通用することが証明されたんじゃないですか。そうですね、ファンクスにもですね、プレイヤーにもある部分で決めた部分がありましたからね。はい、10月のゴールデンタイムに放送されます AWA 世界チャンピオン、リック・マーテル戦で一つこの、対外人戦という意味で一つ答えが出そうであります。この長州力、さあ今度はティム・ホーナーの攻撃を受けますが、まあ、相手に胸を貸してやるというそういうような余裕十分の長州力、相手はティム・ホーナーであります。それから竹さんの話にもありましたように、次期シリーズザ・ファンクスも来日決定しておりますので、テリー・ファンクスの因縁もまあ生まれましたよね。あ、国技館ではですね、テリーが非常にやっぱり長州に相手もむき出しにしてましたからね。はい、まあ、両国の国技館決戦終わった後、ザ・ファンクスのまあ記者会見では、この長州力のことをですね、ジャンボ鶴田でもない、天竜でもない、本当にこの独特の選手でグッドレスラーだというふうにテリー・ファンクは語りましたね。テリーがですね、久々に燃えたようなファイトをしてましたからね。はい、そういう面でやっぱり長州テリー戦でもですね、今後のやっぱり大きな楽しみの一つですね。あ、そうですね、ますます面白くなってまいります。長州力絡みの秋の陣であります。それからこのシリーズ、この後ハーリーレースが、まあ、登場してまいりますけれども、ハーリーレースとも先のシリーズでは因縁が生まれましたね。タッグマッチでですね、なんとか戦って非常にいいファイトを示しましたですね、はい、レースも長州に対しては非常にいい面のライバルとして打ち出してますね。そうですね、このシリーズおそらくシングルマッチかタッグマッチどちらかで実現しそうであります。対ハーリーレース戦、元世界チャンピオンを相手にいたします、長州力。さあティム・ホーナーが長州力に正面から堂々ぶつかってはいますけれども、軽く長州力がいなしています。さあラリアットか、まだいかない、大きくショルダースルーに取りました。本当に落差をつけました、豪快な長州力。さあレッドコーナーに引っ張ってまいりました。米子のお客さんからそろそろラリアットという声も飛んでいます。
会員に現れましても、この米子産業体育館の壁には頑張れ超わー、今来リヒラリアットが一発で猛爆、一発で猛爆、さあそして悟り固め、これが得意のパターン、18番の殺人フルコース長州力、これはティム・フォーナーもうギブアップしかないでしょう。これでなんとか右の手を打てるのかどうか、ティム・フォーナーおっと今頑張りますが、あタイガー・ハットリ・レフリーゴングを要請、まずは力ラリアットを放って、この後サソリ固め、得意のパターンで長州力、ティム・フォーナーをあっという間にホームリーました。まあ相手がこういう選手ですからね、軽い、ね、相手だったんですけどね、やっぱり今日の調子やっぱり全力を出してますよね。あそうですね、これが調子の大きな魅力ですね。本当ですね、いつでも全力投球、試合が終わった後本当に竹内さん爽やかな雰囲気をお客さんに醸し出しますもんね。カッとした勝ち方を見せてくれますからね、はい、そこが長州力の最大の魅力でございます。ファン最大の注目の一戦は11月対鶴田戦もどうやら決定のようでございます。長州力を巡ります秋の陣、本当に忙しくなってまいりました。長州のプロレス新時代、ぐーっと近づいた感じがいたします。はい、今年お届けするこたつは自信作、布団に台紙からホットワゴンまで揃った6点セットなんです。ヒーターはもちろん超薄型温風ヒーターですから隅々まであったかいんですよ。温度調節も楽々です。今までの出っ張りヒーターに比べて足元も広々。形は格調高い長方形、縦75センチ横105センチの人気タイプです。天然木の深みのある風合いがいいですね。足はどっしりとした格足、四季を通じて重厚な座卓としてお使いいただけますよ。さらに天板の裏はアイボリーですから、夏はリビングテーブルとしても OK。 本日はこたつに美しい花柄の掛け布団、敷布団、汚れを防ぐサロン、布団と共柄の4段リクライニングの材質が2個、そして便利なポットワゴンまでお付けした豪華6点セットで、さてお値段は、はい、4万円を切ったお買い得価格39,800円、セットで39,800円になります。なお正方形もございます。また分割は月々3,800円です。お申し込みは大阪06-648-1000番へ。お電話お待ちしています。日本海の潮の香り、3位米子で行われております全日本プロレスダイナマイトウォーズ、ご覧の満員米子産業体育館に久々 JG4 馬場鶴匠登場でございます。相手チームはベテランのハーレイレースキラー東若の匠、さあ指定コンビ入ってまいりました。このチームどうしても鶴田が中心になります。8.31 国技館決戦ではまな弟子鶴田の右肘を心配、セコンドからレフリーストップを要求した師匠ジャイアント馬場、もはや鶴田天竜の時代が到来したと公言したこのジャイアント馬場でありますけれども、いつまでもいつまでも師弟の、そして深い絆は続きます。今夜はやはりジャイアント馬場鶴田組は一味違うというファイトをぜひ米子のお客さんに見せてほしいと思います。ジャイアント馬場ジャンボ鶴田組入場してまいりました。さあテーマソングは変わります。いよいよ元世界チャンピオンハーリーレイスとキラー東亜蒲田がチームを作りました。ちょっと考えられないチーム作りかと思いますが、後ほど竹内さんにこの辺りは深く聞いてみたいと思います。先週の放送、岩手大会ではキラー東亜蒲田、バッシャー木村組にザ・グレート歌舞伎がセコンドにつきました。そして今週はキラー東亜蒲田とハーリーレイスが共闘であります。何かが起こりつつあります。ハーリーレイスの参加、まあ、いずれにいたしましても元世界チャンピオンハーリーレイスを敵に回すと、これは非常に怖い存在になります。今後の流れを変えていくのはミスタープロレス、ハーリーレイスの動向という感じがしてまいりました。ハーリーレイスキラー東亜蒲田入場。名イベント60分の一本勝負、
試合に先立ちまして日本テレビから両陣営に今豪華な花束が贈られました。レフリーは城樋口さんに代わります。本日のメインと角町60分一本勝負を行います。青空カメさんの東亜鎌田、元世界チャンピオンチーム、まずキラー東亜鎌田、全盛時のパワーがよみがえりました。日本には熱狂的なハリーレースファンがいます。ミスタープロレスハリーレース右肘はほぼ全開です。実りの秋を迎えたいジャンボ鶴田、今回ジャイアントは日本プロレス界の偉大なるリーダーであります。ジャイアントババ紹介されました。米子のお客さんからジャイアントババジャンボ鶴田に非常に大声援が送られております。サインで行われるプロレス大会米子産業体育館、さあこれがジャイアントババ、久しぶりですね。 JG 法はね、竹内さん、やはりですね、こうして2人並んでいますとね、非常にやっぱり頼もしいチームですね。そうですね、先ほどもちょっとお伝えしたんですけども、今日は一味違うレスリングを見せてくれるでしょう。さあしかし相手チームには元世界チャンピオンハリーレイスがいます。中盤からおそらく核になってくるでありましょう、ハリーレイスの来日。竹内さん、まずこのキラ・トワカマタとのチーム結成ですけれども、どういうふうに見たらいいんでしょうか。まあ、タイプ的にですね、全くそれはその両極端なわけですよね。ただ唯一共通点といいますかね、2人揃って馬場選手からその PW のタイトルを取ったことがあったわけですよね。ですから元その PW 王者コンビ、そういう面ではですね、お互いやっぱり共通したものを一部分では持っているところありますね。ああ、そうですか。さあまず先陣を切りましてキラ・トワカマタが出てまいりました。さあもう一つ注目すべきはジャンボ鶴田の右肘、黒いサポーターを見せておりますけれども、竹内さん、先週放送でお送りした岩手県営体育館、ものの見事なバックドロップ、竹内さんは思わず 100% パーフェクトなバックドロップというふうに表現しましたね。まあ、その前に打ったラリアットですね、ちょっとやっぱり右が心配だったんですけどね、最後のバックドロップは非常にいい形で決めてましたね。ああ、そうですね、やはりジャンボ鶴田のお箱18番というのは世界を取ったバックドロップ、あの偉大なるレスラールーテーズを超えたバックドロップ、これに尽きるかと思いますが、竹内さんどうですか。そうですね、もちろん最近使うラリアットもですね、ファンにとっては魅力のある技なんですけどもね、やっぱりジャンボの代名詞はやっぱりバックドロップにつきますね。そうですね、まあ、ジャンボ鶴田はプロレスの王道を言っていますけれども、世界を取ったこのバックドロップ、まあ、ラリアット無用論を唱えるファンもたくさんいますがね、まあ、今ですね、あれだけやっぱりその右の肘を痛めたわけですからね、そういう意味ではここで無理にですね、やっぱりラリアットを使う必要はないと思うんですよね。はい、さあマット上が非常に華やかになってまいりました。元世界チャンピオンハーリーレースの登場、この両者はこのシリーズの最終戦、ジャンボ鶴田の虎の子、インターナショナルヘビー級のタイトルマッチ、この両者で行われるんです。ハーリーレースが日本の伝統インターヘビーを狙ってきたというのはどういう理由からでしょうね。これはですね、ハーリーレースは過去に PW も取ったことがありますし、もちろん UN も取ったことがありますよね。そういう意味で残るビッグなタイトル、これやっぱりインターヘビーになるわけですよね。なるほど。さあ鶴田空中同時目落とし、これで元世界チャンピオンハーリーレースを威嚇いたします。今のところ流れを見ておりますと、右の肘あまり変わっている様子はありません。完全回復と見て竹内さんいいですか。あの国技館の後は非常に心配されたんですけども、その後の試合見てますとね、思ったよりその心配はないようですね。はい、今夜の対決で元子の世界チャンピオンのハーリーレースからバックドロップあたりを決めたなら、もうジャンボするから右肘は 100% 全開と言っていいですね。相当重いですからね、相当やっぱり右全開かかると思いますね。これで決めればまずパーフェクトですね。しかし相手は世界チャンピオンですから、そう簡単には打たせませんね。そういうことですね。まあ、試金石になります、ジャンボするかであります。早くなんとかもう全部の箇所、痛めた箇所を 100% 直して素晴らしい肉体で秋の陣に臨んでもらいたい、そういう感じがいたします。ジャンボ鶴田であります。まあ竹井さん、ジャンボ鶴田の真の力というのは、まあ世界一であることを実証することなんですけれども、その条件というのは今後、まあ、秋にかけましていろいろあると思いますけれども、ジャンボ鶴田の場合は竹内さん、まずこの数々のベルトを死守すること、これはもうジャンボ鶴田に課せられた使命ですね。まずそのやっぱりインターシングとインタータッグ、これを守り抜いた上でですね、やはり NWA のハンダッシュ、あるいはその AWA の最大手ってことがやっぱり大きな目標になってくるんですよね。そうですか。それからいわゆるこの三軍団構想におきましては、
このジャンボ鶴田がチームに加わった場合には必ず勝つというパターンも必要でしょうね。はい、今のところ、ね、やっぱり調子が加わりますと非常にやっぱり成績の上では分が悪いですからね、はい、そういう面でやっぱりジャンボさえ加わればですね、あのタッグでも勝てるというその実績が欲しいですね。わかりました。後ほどまたそのジャンボ鶴田のエースへの実証証明ということ竹内さんに深く聞いてみたいと思いますけれども、ひとまずジャイアント馬場がリングに登場してまいりました。大物ジャイアント馬場、夜中のお客さんからも馬場馬場の声援であります。さあ相手はキラー東若又、一度は PWF のベルトを奪われました。そしてハーリーレイス、ダブルの攻撃に出てまいります。外人軍団ハーリーレイスとキラー東若又であります。得意の左のアッパーブローをまず突き上げました。キラー東若又のこれに同調。さあブレンバスターが得意のバーディカルスープレックス、やはり値千金ハーリーレイス独特の打ち方ですね。竹内さん全くその無理なく持ち上げてますからね、竹内さんは時々大学のプロレス研究会などには招かれるようですけれども、大学生の間でこの元世界チャンピオンハーリーレイスの好きな人たちが非常に多いですね。特にですねプロレスマニアですね、2と言われるファンの中にですねこのレイスのファンが非常に多いですね、はい、そうですね。どうでしょうか、小中学生に好かれるよりもむしろ大学生のプロレス愛好者に好かれるというか、ハーリーレイスこれ何を物語ってるんでしょうね。やっぱりこのレイスのうまさをですね真に理解できるやっぱり大学生クラスまで行かないとですね、なかなかやっぱりこの真のあのレイスのうまさってのは理解できないんじゃないですかね。あーなるほどね、そうですか。さあジャイアント馬場とハーリーレイス、過去数々の名勝負がありました。相手はハーリーレイス、馬場が動き出しました。まず16問を受けます。ハーリーレイスも立ち上がりました。おっとダブルチョップだ、ダブルチョップだ、ジャイアント馬場。さあ間髪を入れず今度は逆水平、後ろに回った河津掛けだ、河津掛けから河津落とし、いいパターン豪快に決めました。ジャイアント馬場そのままカバーの体勢、ハリーレイスからピンを奪うか、キラー東若又が前から出てまいります。さあハリーレイスと東若又のコンビネーションプレーはどうでしょうか。今度はハリーレイスの逆襲であります。さあまずはパイルドライバー209センチ145キロドセーンと落とします。うん、この打ち方もまた違いますね。ですよね。ちょっと待ってください。そしてヘッドバット、ダイビングヘッドバット。さあ鶴田間に合うか、この流れです。さあジャイアント馬場一旦はキャンバスに頭をつきましたけれども、さあ外人軍団はハーリーレイズからキラー東若又にタッチが行われました。今思うと竹内さん、ジャイアント馬場はあの時代非常に腰が悪かったと後で実感しましたが、どうしてキラーとは鎌田にベルトを取られたんでしょうかね。そうですね、まあ、あの時はちょっと暴走でしたけどもね、やっぱりあの腰の痛みというのは相当判定になったようですね、はい、さあ今度はジャンボ鶴田が出てきてジャンピングニーパット。さあ鶴田の必殺殺人フルコースに行くか、このジャンピングニーパットで相手を寝かせてダメージを与えて、それから、人間風車、そしてドロップキック、これがいわゆる世界を取ったジャンボ鶴田の殺人フルコースであります。こういう技を堂々と言ってほしいと思います。さあさあ胴に手が回ったぞ、胴に手が回ったぞ。さあどうだ、このままちょっとどうだ、倒せるか、あーっと持ち上げたがどうだ。さあどうだ、先週の放送では見事にパーフェクトに完成させたバックドロップ、まさに世界を制したバックドロップジャンボ鶴田。先ほどの繰り返しになりますが、ジャンボラリアット無用論を唱えるファンがたくさんいます。竹内さん自身はどうご覧になってますか。私もやっぱり無用だと思いますね。そうですか、そうですか。ジャンボはもうバックドロップ1本で十分だと思いますね。そうですね、そうですね。もうこれを打って跳ね返す選手というのはなかなかいませんからね。それだけですね、無用なラリアットに耐えることは全く必要はないですね。そうですね。それから先ほどからお話を続けておりますけれども、まあ、エースの証明としてもう一つ竹内さん、キレの最強タッグも V を取らなきゃいけませんね。そうですね、やっぱその連続 V でないとですね、やっぱり真の大阪、はい、エースの証明にはなりませんね。そうですか。さあ一旦はハリーレースの攻撃を受けます。ジャンボ鶴田、それから11月の対長州力戦も内容で上回るレスリングを必ず見せるべきでしょうね。まあ一度はですね、ヘリが負けてないんですからね、はい、それだけにですね、ジャンボが勝ち切ってプレスの結果が欲しいかもしれないですね。そうですね。さあ鶴田が元世界チャンピオンにジャンピングニーパットを打った。さあ助走はいいぞ、ここでいい体勢でジャイアント馬場に渡します。さあ2人のリズムが合ってまいりました。さあダブルの攻撃、ダブルの攻撃、馬場と鶴田、まずチョップ、非常にいいタイミングでハリーレースをぶっ倒しました。
さあハリーレースもおそらくジャンボ鶴田を意識しています。ネックブリーカードロップ、ジャイアントババ、さあそのまま抑え込んだ、好勝負を展開 JG4 であります。相手は元世界チャンピオンのハリーレース。さあ腰を低くした、サイドに取った、動きの活発なのはジャイアントババ、受けに回っているのは元世界チャンピオンハリーレースだが、ここからいったバックドロップです。これまたハリーレース独特のリズム、ゆっくり行きますね。竹内さん、腰の角度があんまりないんですよね、角度がいいですよね、はい、どうしたらああいうゆっくりリズムで投げられるんでしょうね。馬場選手にしてもタイミングの取り方が分かんないわけですよね。もう本当にハリーレースというのは腰がもう鋼のようにできてるんでしょうね。うまいんですね。堂々と135キロ後ろに投げ返しました。さあキラーとは蒲田が出てまいりますので、今度はジャンボ鶴田タッチを見せています。さあおっとおっとハイキックを見せました。さあハイキックを見せました。もう一つトーキックもありますけれども、さあ危ないぞ、キラー戸川蒲田が反対側のトップロープに上がった。さあなんだ、うわーっとボディープレス、しかしこれは失敗。さあフライングソーセージは失敗に終わった。ハリーレースの的はジャンボ鶴田だ。後楽園ホール最終戦ではインターヘビに挑戦、リング上16問キラー東亜蒲田を倒して、おっとギロチンドロップ、ジャイアントババギロチンドロップ、これで完全に息の根を止めた。カウント1、2、3、カウント3が入りました。ジャイアントババ快勝であります。ギロチンドロップ逃走しました。さあこの間にハリーレースとジャンボ鶴田は場外大乱闘であります。勝負に勝った時のジャイアントババの表情というのは竹内さんいいですね。ダメージのギロチンドロップはかましますからね、好調な証拠ですね。竹内さん、もう一つお話伺いたいんですが、ジャイアント馬場選手絡みなんですけれども、はい、ザ・グレート歌舞伎の反逆をこのジャイアント馬場はどう受け止めてるんですか。あ、これはですね、歌舞伎やっぱり甘み風の長い生活を考えますとね、やむを得ないちょっと反逆という面もあるんでしょうね。そうするといずれジャイアント馬場絡みの対グレート歌舞伎戦というのも実現するんですか。今のこの歌舞伎がですね、戦略を続けますとね、当然馬場選手が出なきゃならない舞台というのが出てくるでしょうね。あ、そうですか。本当にこの夜中でも大暴れのザ・グレート歌舞伎、今夜は天竜と対決をいたしました、まあ、ザ・グレート歌舞伎の今後の流れにつきましても、非常に注目していかなくてはなりませんが、場外ではインターヘビーを争う相手ジャンボ鶴田とそれからハーリーレース場外でやり合っておりますけれども、ズバリこのタイトルマッチはどうでしょうかね。竹内さん、鶴田の過去の防衛戦の上で一番最大の強敵なんじゃないですかね。あ、そうでしょうね。そしてジャンボ鶴田にはその前に来週の放送でお送りいたしますが、松本大会で行われるインタータッグ、インターナショナルタッグ選手権も控えています。もちろん天竜と組んでキラーさん安吉明と一騎打ちでございますけれども、ジャパンプロレス軍団の2人が初めてインタータッグに焦点を合わせてまいりました。来週松本からの中継もお楽しみ願いたいと思いますが、ちょっと試合が荒れてまいりました。さあ、あっとハリーレースが仕掛けますね。積極的ですね。過去の実績を考えますとジャンボ鶴田としてもこれはもう十分に対処していかなくてはならないインターナショナルヘビー級のタイトルマッチであります。果たしてジャンボ鶴田もう世界チャンピオンを倒して派手な防衛戦を見せるかどうか、後楽園大会も非常に楽しみになってまいりました。ハリーレース怒り狂います。ハリーレースがこれだけ暴れ回るのも竹内さん本当に珍しいですね。それからハリーレース絡みでいきますと、長州力との一騎打ちもまだ、実現しておりませんので、このシリーズ果たしてどうでしょうか。ハリーレース対長州力の1対1の対決などもぜひ見たいカードですね。見たいカードですね。カードですね。まだ両選手の争いは続いております。さあジャンボ鶴田もこれに対応いたします。さあ椅子を持ちました。元世界チャンピオンハリーレース、馬場が後ろから羽交い締め。さあ鶴田は落ち着いています。キラー東亜蒲田がこれに加わりました。ハリーレースの額に椅子攻め、ハリーレースに椅子攻めであります。馬場も怒りを表しています。勝負は9分41秒、ジャイアント馬場快勝。
決戦ダイナマイトウォーズ日程です。明日立川、16日坂戸、18日立山、19日後楽園での最終戦はインターナショナルヘビー級選手権です。次期シリーズワールドチャンピオンカーニバルは10月4日後楽園で開幕、5日龍ヶ崎、6日三街道、8日徳島、12日大分です。来週はダイナマイトウォーズ松本大会からインタータック選手権、チャンピオンチーム鶴田天竜組対カーン安組の試合を中心にお送りします。スポーツだけじゃ健康だって 50% だな。朝食べる健康、ケロッグ玄米フレーク。